マックス・フェルスタッペンは2024年シーズンのタイトル戦における早期の挫折を経験した。これはオーストラリア GP の週末に彼のマシンがパワーユニットのコンポーネントを交換せざるを得なくなったこと、そして日曜日のレースでの早期リタイヤによるものである。金曜日の FP1 セッション中にフェルスタッペンがターン10で遠赤に接触し、マシンのフロアにダメージを与えたことから始まった一連の出来事が原因で彼は。 FP2 の大部分を欠場し、チームは修理に追われた。土曜日には、彼のレッドブルマシンに、新しい内燃エンジン、ターボチャージャー、MGUK、MGUH、そして排気システムが取り付けられた。これらの交換は、レギュレーションによってシーズンを通じて限られた数の交換のみが許されているため、フェルスタッペンにとってペナルティを受けるリスクを高める。24レースからなる2024年のシーズンでは、フェルスタッペンは、 早くも複数の重要なパワーユニットコンポーネントの交換を行い、特に彼がすでにエグゾーストシステムの交換を行っていることが今後グリッドペナルティに直面する可能性を示唆している。同じく FP1 でクラッシュしたアレックス・ワルボンの状況とは異なり、フェルスタッペンはシーズンを通じてこの挑戦に直面することになる。コメント、フェルスタッペン、レッドブルが第3戦オーストラリア GP での早期リタイヤは のなないい出来事事ででしたががさらるる懸念事項があるという話ですコンポーネントの交換でグリッドペナルティを受ける可能性があるというものですが今後の状況や競合の状況にもよって不利の度合いも変わってきますので注目点になると思います。